指差し確認で口の中を確認。指差し確認で口の中を確認。キュータン動画。皆さんは口の中の指差し確認をしたことがありますか？みんなに不思議そうに聞かれる。僕が最近ね、写真撮るときとか動画とかなんかいろんなときにってやるの、なんかいろんな人にね、キュッちゃんがこれあさっきやってるのって なんか どういう意味のポーズみたいな、どういう意味でなんか流行ってるポーズと聞いてくんだけど、僕しかやってません。僕マジの話はなんでやってるかっていうと、一番可愛く見えるなと思ってやってるんだけど、なかなかね理解してくれる人いない。可愛いものとして見てくれる人はいません。皆さんもぜひ、春ですし、会社の人とか飲み会とかで写真撮るってなるじゃないですか。その時にみんな、例えばじゃあジョッキ持って乾杯ポーズとかする時に、一人だけってやって撮ってみてください。推しが塩対応すぎて推し変しそう。なんか握手会とかがある推しなんかな。握手会とかがある推しで、推しが塩対応すぎてちょっと降りそうみたいな、勘違いしてるんじゃないですか。塩対応っていう技が得意ではないのに、なんか塩対応が好きだと思ってやってくれてるんじゃない、塩対応。でもそれがすこぶる下手だから、いやただ嫌な気持ちになるだけみたいな。で握手会とか来た時にあ、また来たの、おめえマジかよ、もう来んなよ俺んとか、他んとこ行っとけよ他んとか。そんなこと言われなきゃいけないのみたいなことでしょ。それもさ、ちゃんとさ伝えたら、それ嫌だって、私別に塩対応されたくないって、おかげでってちゃんと言うべきだと思うの。えまた来ちゃうの、ちょマジかよ、もう俺と来んなよ他のとこ行けよ。ねうちそれ嫌だ、そのなんか塩対応なのかよくわかんないけど、それ全然そういう対応されても全然嬉しくないし、すごい嫌な気持ちになるから、そういうの見ますぐやめた方がいいと思う。ごめんなさいってことじゃないですか。それをちゃんと伝えないと、あっちも喜んで、もしかしたらエンターテイナーとしてやってくれてる可能性もあって、それがうまく歯車が合ってないだけかもしれないから、それはなんか言った方がいいかもしれない。違うよって、そんなの嬉しくないよっていうのは、本当に素でただ塩対応してるんだとしたら、そいつがクソったれか、あんたが相当なお気高だよね。なんかでも紙幣しちゃえば、ほんとステージに立って歌って踊ってる姿とかに惹かれてんだとしたら、別にじゃあもう別にその握手会とかに行かなきゃいいじゃないですか。でもね、ただその人との握手でなんかもう本当に恋しててみたいな、リアコでみたいな、おしゃべりするのが好きでみたいなことだとしたらさ、合わないやん、もううちら合わないですよねっていうことなんで、支変しそうとか思ってんだったら一回してみちゃうのもありかもしれないですよね。塩対応すぎて支変しそうね、なんか難しいですよね。オタク辞める未来なんて見えないけど、このまま一生オタクしてていいのかな、一生オタクしてていいのかなって、まあなんか誰もが抱える、オタクだったら誰もが抱える悩みですよねこれ。オタクしてていいのかな、一生オタクしてていいのかな、いいかダメで言ったらダメだよ。誰に嫌ってんじゃん。一生オタクやってていいわけないやん。ダメだけど、やめれないからみんな悩んで苦しんでるの。ダメなの？ダメでしょ？こんなの。こんなんダメやん。ダメやん。ダメやん。無理だから。本当にダメなんだけど、やめれないんで。ダメなんだなって思いながら、だってさ、それはオタクじゃない人だってさ、なんか人生の中でさ、ダメなことだってするじゃないですか。あ、ダメだったなってことをしながらもさ、生きていくわけじゃないですか。全部いいことしかせずに生きていける人なんていないからさ、ちょっと我々オタクはオタクっていうダメなものをしてて、そしてそのオタクというダメなものが人生の中においての比重があまりに大きすぎたっていう、それだけのことです。それだけのことって言ってるけど、それはとっても大きくて重要で大事なことなんです。一生オタクしてていいのかなに関しては、まあ、ダメだけど諦めようってことですよね。ですよね。オタクイコールキモいがあって、オタクって言いづらい。あ、え、ある最近。
最近みんな得意げに推し言わない？得意げっていうな。ちょっとそこまでオタクじゃない人とかもさ、なんか頑張って推し作ってさ、推し活みたいなことにしてない？最近キモいって思う人いるのかな？え、いるのかな？わかる、その感覚も。だってなんならもう今やおしゃれ雑誌で推し活特集とかされてるよ。オタクイコールキモいってちょっと結構昔話みたいなことじゃない？多分ちょっと自分だけちょっと思っちゃってるだけだと思うから全然言っていいんじゃない。でも分かんない、もしかしたらまあね、徹底して古い人っていますから。あ、徹底してますね、感覚古いよね、古いねっていう考え方、古いね。あ、まだそういう、あれ、え、令和って知ってるっていう。いますから、それオタクのことじゃなくて、もうどんないろんなことでも、あ、へえ、そんな、そんな昔話みたいな人いるんだね。今もうそういう考え、今の時代で逆にできる人いるんだねみたいなことあるじゃないですか。でもそういう人に関しては結構いるか。そういう意味ではそのオタクイコールキモいっていう感覚をそのまま引き継いじゃってるやついるのか。あいつはやばいよな、あの感覚古いオタクじゃないところに関して。え、そういうの言っちゃうんだ。そういう発言する、っていう、素敵だよね。そういう人いるじゃないですか、結構いるじゃないですか。だからそういう人いると僕チェックつけるもん、チェック、あ、はいっていう。その別に僕名簿持ってるわけじゃなくて、自分の中で名簿に、あ、はい、チェック見っけっていうのはあるかもしれないですけれどもね。うん、大丈夫ですよ、キモくないですよ。キモくないっていうか、うん、キモいけど自分がさ、わき散らかしてる時とかを客観的に見た時さ、めっちゃキモいやん。キモいんだけど、そういうキモいではないというか、そういうキモいじゃないけど、キモいけどキモくないけど、キモいじゃん、キモいじゃん。でもキモくはないじゃん、そういう一昔前に言われてたキモいではないじゃん。キモいけど清潔ではあるじゃん。いや、清潔じゃないのもいるけど。いや、むず。ちょっとどうだろうか。おすすめに流れてくるファンサレポがきつい。これもだからもうあれじゃないですか、最近はさ、フォローしてなくてもさ、おすすめに流れてきちゃうからね。これ言っとくけど、マジでアーティストの子たちもアイドルの子たちも芸能人の人たちも意外とファンの人のツイート、あ、ポスト、なんでポストにした、なんでツイッターから X にしちゃったん、ややこしいよね。マスク聞いてる、なんかツイッターって言っちゃうじゃん、言ってんだけどさ、いちいちさ、まあ、X ねみたいな訂正してくるやつ黙って。どっちでもいいじゃん、わかるじゃん、 X ねじゃねえのよ、うるさって。腹立つわ、 X ね、ツイートポストね、ポストで、なんだっけ、そうだから、ファンの人のポストも流れてくるから、おすすめで気をつけた方がいいよっていうのはあるけど、なんだっけ、おすすめに流れてくるファンサレポがきつい。だからね、でもさ、ファンサレポさ結構持ってると思うよ、持ってるし、あの、いい風に、推しがそんなつもりないのにこっちのいいように解釈して、少しでもいいように、もう思いっきり嘘にならないように、そただ真実っていう枠の中で一番素敵に捉えてもらえる言葉を使っていいように、限界までいいように解釈して、各オタクいますから、てか、まあみんなやっちゃうから、うん、そういう意味で言うとそんなに真に受けない方がいいし、ミュートじゃない。ブロックだとさ、例えば面識ないオタクでもさ、もしかしたらさ、その人のとこに飛んだ時にブロックされていますって出るじゃないですか。そしたら角立つやん。ってなるとやっぱ一番はミュート。僕もすごくお世話になってます、ミュートという機能には。これに関しては本当にイーロンマスクさんありがとうっていう気持ちなんですけど、ミュートが一番いいんじゃないですかね。ミュートして、うん、視界に入ってこないようにするっていうのが一番いいと思いますよ。おすすめ機能なんかあんまやだ。まあレポとかは、まあ握手のレポとかも接触レポとかもそうですけど、レポはまあ持って書くのがマナーなんで、あ、粋なことしてるなっていうくらい、あ、粋なポストが流れてきたなってそのくらいに思っていただいて、それでもちょっともう気に食わねえなこいつマジで、なんかもうアイコン見るだけで腹立つわ、クソくらえっていう人がいるんだとしたら、もうそれはミュートしちゃいましょう。ミュートはいいぞ。欲張りはダメだよ、腹八分目、欲張りはダメだよ。
はや八分目。チャンネル登録みんなでしよう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 。